勝ちましょう。はい、いぞ。はい、こんにちは、籠信明です。予告通り4月10日から11日にかけて行われた2021年度関西サッカーリーグ開幕戦の模様を再びお送りいたします。1部から2部に参戦している全てのクラブが淡路島のアスパ五色に集結。2日間にわたって8試合が行われました。パート2は10日14時キックオフのおこしやす京都 AC 対ポルベニルアスカの試合をレポートいたします。昨シーズンは優勝候補と目されながらも4位という結果に終わり、地域サッカーチャンピオンズリーグへの出場権すらも獲得できなかったおこしやす京都 AC、 今季こそ目標である JFL 昇格を達成したいところです。一方、かつて京都サンガ FC で監督を務めた美濃部直彦さんを指揮官に迎えたポルベニルアスカは、角田誠選手兼コーチや下畑翔吾選手が加入するなど、サンガ色の強い体制を構築。今季の躍進が期待されています。実はこの両チーム、昨季の関西サッカーリーグ開幕戦で対戦していました。その際には2部から昇格してきたばかりのポルベニルアスカが3対1と勝利を収め、波乱のスタートを演出しています。注目の一戦となったこの試合、おこしやす京都 AC が全体的に攻勢をかける展開でしたが、ポルベニルアスカがかっちりディフェンスしてカウンターを狙い、一歩も引かない戦いを見せていました。その結果、前半は0対0のスコアレスで終了します。後半開始から両チームが動きます。おこしやす京都 AC は先発した林翔太選手に代わり、今季で5年目の所属となる高橋光平選手を、ポルベニルアスカは吉岡隆選手に代わり北田大也選手を投入。選手を入れ替えてお互いに流れを変えにかかりました。そしてスコアが動いたのは後半14分でした。おこしやす京都 AC のフォワードイブラヒム選手がボールを収めてつなぎ、この場面の直前に投入されたばかりの森谷隆人選手がスルーパスを送ります。ペナルティーエリアの左に高橋光平選手が飛び出し、見事なターンからシュートを決めました。これでおこしやす京都 AC が先制点を奪取します。終盤はポルベニルアスカに攻め込まれる場面が続きますが、アディショナルタイムには決定的なシュートをおこしやす京都 AC ディフェンダー榎本光大選手がゴールライン上でアクロバティックなブロック、失点をギリギリで逃れます。なんとかリードを守りきったおこしやす京都 AC が1対0で勝利を収め、開幕戦で3ポイントを獲得しました。試合の模様は関西サッカーリーグの公式 YouTube チャンネルでぜひご覧くださいね。それでは勝利したおこしやす京都 AC の選手監督のインタビューをお送りいたします。まずは先制ゴールを決めた高橋光平選手。今日は勝利おめでとうございます。ありがとうございます。途中出場からの決勝ゴールでした。どのようなプラン、どのような指示で試合に入ったんですか？まあ、いつも練習試合の時から途中から出ることが多くて、まあ、流れ変えてほしいということで入りました。試合全体の感想についてはいかがですか？結構相手がロングボールよく使ってきてたんで、1回練習試合したんですけど、その時とまるっきりサッカー変わってて、ちょっとそこでちょっとバタバタしちゃったんですけど、まあ、結果が1点取れて勝てたんで良かったです。チームで5年目となりますけれども、まあ、昨年は結構苦しい結果、しかもそのコロナもありまして、ちょっと気持ち的には新しい5年目どんな思いで臨んでるんですか？いや、もうラストこの1年にかける、もうほんまにサッカー人生かかっていると思っているんで、もうとにかくもう勝ちはいいと思いながら、はい、途中からでもって思いながらやってます。はいはい、もうその結果が今日は出ました。はい、最後にメッセージをお願いしてもいいですか、サポーターに？まだまだ1試合勝っただけなんで、まあシーズン長いですけど、まあ会場に足運んで応援していただきたいです。はい、ありがとうございます。高橋光平選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。
榎本光大選手とも迷いましたが、続いては新加入で先発スタメンフル出場、ディフェンダー西村洋平選手です。西村洋平選手です。今日はおめでとうございます。ありがとうございます。まず試合の感想を伺ってもいいですか。まずは、厳しい戦いだったんですけど、1対0、勝てたのと無失点に抑えられたっていうのはすごい良かったと思います。奈良クラブから来られたわけですけど、はい、コルベニルの印象ってもともとどういうものなんですか。前線の9番の選手も去年も試合してたので、すごい強いなって印象はあったので、そこは自分はディフェンダーとして抑えるっていうところと、結構アグレッシブにやってくるって印象はあったので、そこではこっちの強みでもあるので、そこは負けないようにっていうのを意識してやってました。そういう点では今日はロングボールとカウンターが多くてセンターバックとしては仕事が多い試合だったと思いますけど、どうですか自分のプレーについては。その競り合いの場面では、ヘディングとかあまり、こっちに分があったと思うんですけど、やっぱり端し合いになった時にちょっと対応で遅れてしまう部分があったので、そこはこれからの課題かなと思います。守備面だけではなくてちょっと縦パスも目立ったと思うんですけど、どうですか攻撃面で自分のプレー。試合の入りでは結構アバウトな感じで前に入れてる部分もあったので、そこのつなぐ部分と裏に流し込むところの判断はもっと上げていかないと、つなげる部分もあったと思うので、そこは自分が後ろから安定感を持ってプレーしていきたいなと思います。じゃあさらなる活躍を期待しています。最後にサポーターにメッセージをお願いします。いつもご声援ご支援ありがとうございます。来週はまた天皇杯予選がありますので、竹別スタジアムで必ず勝ってリーグ戦にまたいい勢いつけたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。勝利おめでとうございます。西村洋平選手でした。ありがとうございます。そして指揮官としての2年目を勝利でスタートさせた滝原直明監督です。滝原監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨シーズンは開幕戦で同じポルベニルアスカに敗れるという結果でしたけれども、リベンジ達成ということで試合の感想を伺っていきますか。昨年の開幕戦と同じ相手でしたし、結果も昨年は負けたということもありましたけど、あんまり相手を気にせずにいかに自分たちがやることをしっかり徹底できるかということを自分自身もそうですし、選手たちにも常に伝えていました。その中でしっかり1対0で無失点を抑えて勝てたということは良かったと思います。今は結構おこしやす京都 FC メンバーが試合ごとに変わっていた印象なんですけれども、今回は前の FA カップから2人変わっただけ、今回はベースがしっかりしたっていう感じですか。そうですね、誰が出ても基本的なチームのベースっていうのは変わりませんし、一人一人全員が戦力っていう中で、自分たちが最大限最大パワーを出せるっていうような形で考えてメンバーを決めております。スタートの選手もサブの選手も変わらないので、そこは自信を持って選手を起用させていただいてます。最初かなり押し込む場面ありましたけれども、そこから徐々に、点が取れないので苦しい内容でしたけれども、チームどうやってこう修正しようとしてますか。相手というよりは自分たちの中で、ちょっとなかなかゴールまでたどり着かないシーンはありましたけど、そこは自分たちがまずはしっかりセカンドボールを拾って自分と相手のコートでどれだけサッカーをやれるかというふうには伝えていました。ちょっと慎重になる部分で、相手のチームがゴール前を固めているシーンで思い切りチャレンジをできるシーンというのが少なかったので、前半の途中では自信を持ってチャレンジしてやりきっていこうという話は選手たちには伝達しました。今シーズン、リベンジのシーズンということで、目標をやっぱ改めて聞かせてもらってもいいですか。もうJFL に昇格します。でそのために関西リーグをしっかり一つ一つ目の前の試合に勝って優勝するというところがまず目の前の目標になります。じゃあ最後にサポーターにメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。昨年は悔しい思いを自分たちもしましたし、皆さんにもさせました、させてしまいました。もう今年は必ずその倍以上の喜びをつかめるように、一日一日を選手全員と 100% でやりながら目標達成に向けてやっていきますので、応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。勝利おめでとうございます。ありがとうございました。京都市滝原監督でした。さすが力のある両チームの対戦、緊張感がありました。結果はおこしやす京都 AC の勝利でしたが、ポルベニルアスカも今年はかなり強いなと感じさせる90分でした。開幕戦を勝利で終えたおこしやす京都 AC は
17日に京都 FA カップ天皇杯の京都府代表決定戦で同志社大学と対戦します。関西サッカーリーグの次節は25日の14時キックオフ、アルテリーボ和歌山とのアウェーゲームです。会場は君井寺公園球技場補助競技場です。ポルベニルアスカの次節は24日の13時キックオフ、チェントクオーレハリマとのホームゲーム。会場は橿原運動公園ヤタガラスフィールドです。次回の動画では4月11日に取材をさせていただいた JFL 第5節三尾琵琶湖滋賀対 FC 刈谷のゲームをレポートいたします。お楽しみに。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。